小島は岡山県岡山市が定める南区役所小島地域センター管内の地域を指す。岡山市の南端、小島半島北岸に位置する地域である。かつての小島郡菅野浦村、小串村に相当し、現在の菅野浦学区と小串学区が該当する。岡山市は管轄役所に小島の名称を使用しているが、小島とは通常倉敷市の小島を指すため、 当地域の名称として小島が使用されることはほとんどない。人口は約6300人であり、岡山市の市所、地域センター館内別では、竹部に次いで少ない。館の裏学区では増加しているが、小串学区は減少しており、過疎化が進んでいる。地域の南側の玉のとの境界には、東から八条岩山、貝殻山、長谷峠、東高寺山が連なり、 生誕に、小島半島最高峰で、テレビ送信書が設置されている、金鉱山がある。1956年に、小島半島東部が、瀬戸内海国立公園に追加編入されたことを、契機に、これらの山々の愛称が公募され、岡山市の南にある明るい大地という意味で、光南大と命名された。その後、菅野浦、小串の両小学校の卒業生が進学する。 関能浦中学校が光南大中学校と改名された。地域の北側には小島湾と小島湾締切堤防によって作られた小島湖が広がる。小島湾締切堤防有料道路の開通までは当地域から岡山市街地方面へ直接通じる道路が存在しなかった。その後、小島湾締切堤防の無料化や大型車が通行できる。 小島湾大橋の完成により交通網が改善された。岡山市南区役所の出先機関である小島地域センターが北浦に置かれている。建物は昭和初期に建築された旧菅野浦村役場の庁舎を現在も使用している。菅野浦村が岡山市に合併した際に岡山市役所小島支所として開所し、その後岡山市の組織改革により小島支庁所となった。 しかし当地域が市役所から離れていることから地元連合町内会の陳情により2004年4月1日に再び小島市所に格上げされた。そして2009年4月1日の岡山市、政令市以降により南区役所小島地域センターとなり現在に至る。なお、小串学区には小串連絡所が置かれていたが2004年5月31日に廃止された。 ありがとうございます。